40層に着いた。ベルクーリの状況を聞くので休憩にしよう。そうだね。2体同時撃破作戦。メディナやソルディリーナ先輩は大丈夫かな。心配性だな、ユージお兄ちゃんは。あの偉い人とんでもなく強そうだし大丈夫だって。ローグ、おじさまを偉い人とは何ですか。それに強そうではありません。強いのです。ごめんなさい。またやってしまいました。ログに謝ってきます。ベルクーリさんを偉い人ってなんかログらしいよね。だな。ベルクーリたちの準備はまだだってさ。今のうちに休んでおこうぜ。離れた場所での2体同時撃破、不安はある。でもベルクーリさんだし、なんとかなるかな。なんだか全員表情が硬えな。ここは隊長らしく一肌脱ぐとするか。ファナティオ、深呼吸をしているのか。どうした、まさか緊張しているのか。閣下、ご冗談を。流行る気持ちを抑えているだけです。あの幼女を人界から葬るまで安心できませんから。あれは毒婦です。私の唇を奪いかけたのですよ。なるほど、そりゃ成敗してやらねえとな。奪いかけたということは実際奪われてはいないのか。もちろんです。捧げる方は決まっています。ファナティオ。いえ、何でも。明日は閣下の唇が狙われるやもしれません。夢お気をつけください。そりゃこっちのセリフだ。二度目があってもおかしくはないぞ。まあ、お前のは奪わせんから安心しておけ。閣下。二人ともどうした、心配事か。ベルクーリ様、すみません。今頃キリトたちも野営をしている頃だろうかとメディナと話していまして。あいつは粗骨者ですから、その何と言いますか、いつも心配で。仲間もいるんだ、問題ないだろう。それにしてもなんだかんだと坊主に頼らざるを得ないこの状況は考えものだな。どうしてですか。いつかはリアルワールドとやらに帰っちまうだろう。だというのに今はいないと困る存在だ。キリトは幸せ者ですね。ベルクーリ様にそんなことを言わせるなんて。本当です。こんなにも、こんなにもこの世界で愛されているのだから、異世界などに帰らなければいいのに。あら、もしその時が来ても二人とも感傷に浸る時間などないと思った方がいいわよ。閣下、そうではありませんか。ファナティオ、まあそうだな。お前さんたち二人とはいずれはカセドラルで肩を並べるのが常になるだろうからな。任せたいことはたくさんある。ねえ、世話しない毎日。坊やがいなくなったとしてもきっと寂しさも感じている暇もないでしょう。それはつまり我々は将来的にも聖号騎士の皆様と。大変ありがたいお言葉です。励みにさせていただきます。ありがとうございます。さて、腹ごしらえでもして2体同時撃破作戦に備えるとするか。私はきっといつかはあいつと運命を分かつのだろう。あいつと離れ離れになったら私はどうする。オルティナノスケの名に恥じぬ行いをしなくては。人界のために尽力し、背を追いかけている方々と肩を並べたい。戦って生きて
置いて、それから今はの際にはきっと思い出すのだろうか、あいつの何でもない言葉や笑顔を。アリスの言う通り、どこかへ行ってしまったな。追いかけてみるか。ロケ！キリト？なんで起きてるんだ？もう真夜中だぞ。夜更かしはダメだろ？それはこっちのセリフだ！とにかく、こいつらを退けるぞ！寝つけないからって魔獣との戦いに明け暮れるやつがあるか。明日は四強と戦うんだぞ。ごめん。アリスがさ、言ってたぞ。ログはいつも寝ていないって。何か理由があるのか？言いたくないなら無理には聞かない。でも、言って気が楽になりそうなことなら話してくれよ。怒って言ってるんじゃない。仲間だから。ただ心配なだけだよ。キリト。でも、聞いても得しないぞ。あ。きっと、キリトにとってはすごくつまらない話だぞ。それでも、聞いてくれるか？ああ、もちろんだ。わかった。話すよ。俺が狩人の天職を授かったのは、村でその役割がたまたま空席だったから。ただそれだけさ。俺は家族もいない孤児でさ、育ちは村の教会だった。ある日、いつもの狩りを終えて村に戻った俺は、村外れの自分の住まいに戻る途中、隣の家が静かなことに気づいたんだ。武器を持って恐る恐る訪問したら、家の人が魔獣に襲われていた。当然俺は倒そうとした。魔獣を撃退する自信も狩り殺す自信だってあった。狩人として天職を全うしてきたつもりだったから。けど動けなかったんだ。俺がおじけづいたとかそんなんじゃない。一日の狩猟可能な上限に達してしまっていたんだ。そう、あの絶対原種の禁忌目録で決められた数に。助けて助けて助けて。子供たちが泣く。できない、できない、できない。俺は狂いそうになる。今俺が狩ることができればこの命は助かるのに。でも動けないんだ。何度武器を構えようとしてもダメだった。体が動かない。なのに右目だけはうずくような、えぐられるような痛みが走り続ける。おかしい、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 おかしい。こんなのはおかしい。あの禁忌目録に書かれているというだけで目の前の人を救っちゃいけないなんておかしいよ。禁忌目録ってなんだ。あれは深海の平和を守るためのものなんじゃないのか。じゃあこれは何なんだ。今俺の身に起きていることは何なんだよ。
なことがあっていいのか。こんなのはおかしいだろう。そう俺は思って、そうしたらさ、ものすごい激痛の末に片目が弾けた。うん、弾けたよ。そこからの記憶は曖昧だ。気づけば魔獣は倒していたけど、全てが片付いたら全部俺のせいにされてた。魔獣の侵入を村人の家屋にまで許したこと、これは英氏の責任になる。でも魔獣を連れてきたのは俺だってことになってた。どんな責任を負わされるかわからない。処分を中央にカセドラルに任せるべきではって話も出てて、俺には守ってくれる人もいないから逃げた。もっと強くなって誰にも俺を傷つけさせない、何も言わせないようになってやる。そう決意して。でもさ、俺バカだからそのままダークテリトリーまで行っちゃって、うわこれはやばい、また禁忌目録を破ったってなって、また長い旅をしながら引き返した。それでボロボロになりながらもさまよい歩いて、そうしてキリトと出会ったんだ。眠れなくなったのは村での出来事があったせいかな。夜だったから、夜になるとまたあの惨劇があるかもって。それに一人だといつ魔獣に襲われるかもわからないし、いつでも戦えるようにしなきゃって、なんか身構えて眠れなくなっちゃうんだ。でももう体が慣れちゃった、短い睡眠はとってるから大丈夫だよ。ローグ、やはり右目の封印を破っていたんだな。時系列が定かじゃないが、ダークテリトリーに入ったというのに元老院にサーチされてなかったのは、俺たちがアドミニストレーターを倒した時期と重なるということだろう。なあログ、実はアリスもユージオもログと同じように禁忌目録を違反したことがあるんだ。え、同じように抗い続けた結果右目を壊した。長くなるからまた今度詳しく話すけど、それを俺たちの中では右目の封印を破るって言い方をしている。あれはすごく壮絶な経験だから、アリスは治療されないままの目を見てそうじゃないかって気になってたみたいなんだ。心配してた。そうなんだ、俺なんかのこと気にしてくれてたんだ。なあ、落ち着いた時にその目を直さないか。不便だろ、神聖術の使い手なら今は身近にいるし。でももうこれで慣れちゃってるからさ、大事な戦い前なのに急にいつもと違うのはちょっと。あ、そうか。何はともあれ2体同時撃破作戦だな。なあ、今は夜だけど俺がいるんだし、怖い魔獣が現れても絶対守る。怖くないよ、安心して寝てくれ。ロク、大きくなったら一緒に遊びに行こうな、約束だ。うん、キリトのそばなら怖くない。よし、所定の位置まで移動しよう。ベルクーリたちとの連携もあるし、道草はできないぞ。
さて移動するか。どうなっちまうか分からねえ戦いだが、まずは戦いの舞台に行かねえとな。第一部隊、第四部隊に通達する。ただいまより記録橋メメント同時撃破作戦を開始せよ。またか。クソ、同時撃破じゃ意味がなかったか。キビト、キビト。カーディナル、こちらのメメントは一度倒してまた再生した。ベルキュリたちも同じ状態か。いや、地上では再生は確認されておらん。そしてそちらに出現したメメントじゃが、先ほどと同じではないぞ。力の規模が段違いじゃ。気をつけろ。おそらくはそれが本体じゃろう。ああ、完備だったわ。素晴らしい痛みだった。この体を使う羽目になるとは思わなかったけれど、すごく楽しかったわ。ありがとう、人界の守護者たち。でも、ごめんなさい。もうあまり遊んではいられないの。だってお気づきのようだけれど、これが私の本当の体だから。痛いのは好きだけど、壊れたら怒られてしまうわ。陛下のお役に立つためにいただいた体よ。このまま壊れたら存在意義がないの。だからね、あなたたちにはここで死んでもらうわね。でも残念、お断りだわ。
私は陛下のための存在、陛下のための命、あなたたちのために生きるなんてごめんよ。だって嘘ばっかり。平和主義なふりして傷つけるのは楽しいでしょう。切りつけるのは気持ちがいいでしょう。これから私に突き刺す剣の感触が楽しみでしょう。楽しくないなんて嘘よ。さあ楽しいと言って言いなさい。俺は悲しいよ。けれど、どんなに大義名分を掲げたってやっていることはお互い一緒なのよ。覚えておいて、人界の守護者、お互い痛めつけ合って壊れた方が負け。ただそれだけなの。メメントの魂は今そちらに向かいます。キリト、大丈夫？ああ、俺は大丈夫だ。カーディナルに報告しよう。カーディナル、聞こえるか？こちらキリト。無事に本体討伐に成功した。ご苦労じゃったキリト。地上でも再度出現の反応はない。見事作戦成功じゃな。一応待機してくれていたベルクーリたちも帰還させよう。ああ、今度直接言うが、ありがとう、協力感謝すると伝えておいてくれ。キリト、キリト、なあこれ。ん？ああ、これはメメントの武器のかけらか。よく見つけたな。お手柄だぞログ。これでまた俺の武器強くなるかな。そうなることを願う。よし、これはカーディナルに渡すまで大事に保管だな。了解した、カーディナル殿。では第一部隊はこれより帰還する。カック、どうされましたか？ファナティオ、いや、先ほどの戦いの最後にちょっとな。楽しかったわ。こんなにも苦痛を味わったのは初めて。そりゃお褒めに預かり光栄だ。悪いが、もう眠ってくれ。な人、陛下はもっと強いわよ。私は知ってるの。知っているの。ひどく冷たくて恐ろしい。けれども孤独な人なの。私知っているのよ。だから好きなの。一度も優しくしてもらえなかったけれど。惚れた男が悪かったんだろうさ。諦めな。ええ、そうね。
惚れた男が悪かった。一つ呪いをかけてあげるわ。対象者どちらも不幸になる呪いよ。誰にとは言わないけれど、あなたは優しくしてあげた方がいいわよ。じゃないときっと後悔するんだから。呪いよ。最後に何をされたのですか？怪我でしたらすぐに治療を。 あのカッカ気にするな。最後にちょっとした呪詛を吐かれてな。これは呪いの魔除けのようなものだ。メメントが呪いを？私にだけですか？メディナとソルティリーナは？かけられたのは俺とお前だけだ。そう分かってしまっているのが自分でも呆れてしまうがな。あのカッカ、お言葉ですが私には話が見えません。大丈夫だ、俺に任せておけばいい。はいカッカ、本身のおっしゃる通りに。ソルティリーナ先輩。メディナ、今だけ私たちは木に、いや空気になろう。ログ、少し話があります。あ、昨日のあなたの過去の話、私の耳にも聞こえてきました。お詫びします。僕も聞いた。キリトにだけ話すつもりだったのならごめん。そっか、ちょっと恥ずかしいな。でもいいよ、話ってそれだけか。いえ、本題はこちらです。あなたさえよければその瞳を治療しませんか？これから先はさらに熾烈な戦いが待ち受けているはずですから。右目を？でも俺戦えてるよ。治せなかったからずっとこれでやってきたし、今さら。高度な神聖術ができる人は限られている。だから昔は治療してくれる人がいなかったのかもしれないけれど、今はアリスがいる。ああ、治療後すぐには両目の状態は慣れないかもしれないけど、そこは俺たちが手助けするから安心してくれ。うん、嫌じゃなければそうさせてほしい。でも俺なんかにそんな、みんなの手を煩わせちゃ。なんかじゃないよログ、僕たちもね同じような経験をした。でも人に助けられて今日まで生きてきたんだ。煩わしくなんかない。あなたは私なのに治療されたくないのかもしれませんが。そんなことないよ、そんなことない。でもいいの？仲間の助けになるのです。いいに決まっているでしょうね、キリト、ユージを。ああ、いい加減観念してアリスの言うことを聞いた方がいいぜ。本気で怒らせると怖いぞ。人聞きの悪い、ログが怖がるでしょ。大丈夫だよログね。うん、直すのって痛い？痛くありません。というか戦闘中自ら敵に突っ込み怪我をした時は私が治療してるではありませんか。
そうだった。では目を閉じてください。目を閉じるのって苦手だ。俺一人だし、目を閉じてる間に怖い敵がいたらどうしようってやっぱり思っちゃう。もういいですよ。あ、そっか、俺今一人じゃない。みんながいて俺を見て笑ってる。なぜ泣くのですか。別にバカにしていませんよ。そうだよログ、これは安堵の笑みなんだよ。目が治ってよかったよ。治療成功してるよな。ぼやけずにちゃんと見えてるか。それぞれを指さしてみてくれ。キリト、ユージお兄ちゃん、アリス、アリス姉ちゃん、アリス姉ちゃん、なあなあみんな、俺前よりもっと強くなれてる気がする。視界が広いってすごいな。そりゃよかった。でもやっぱり慣らしは必要だよな。そうですね。ちょうどおあつらえ向きのように待ち受けているものがいますよ。よし、援護は任せて。いけるねログ。うん。見てましたよ。よくやりましたね。本当？本当？俺偉い？アリス姉ちゃん。はいはい、偉いです。やったー、褒めてもらえた。まったく本当に子供ですね。しかしあれだな。ん？なんだい、キリト。あいつ女の子が苦手ってことを完全に忘れてるよな。アリスと普通に間近で話してるぞ。そうだね。それか忘れてるというよりはお姉ちゃんに認定されたからかもね。僕もお兄ちゃんに認定されてからすっかり打ち解けているし。ユージオ君、それだと一つ悲しい事実が発覚します。何？俺はログにキリトで呼ばれている件について。キリトはキリトだから仕方ないんじゃないかな。なんでだよ、俺だけお兄ちゃん呼びじゃないの寂しいだろ。言っておくが正真正銘お兄ちゃんだぞ。妹がいるし。でもやっぱりキリトはキリトだし、代わりに僕が呼んでみる。キリトお兄ちゃん。悪くないな。やっぱりやだ、やめた。ユージオくん、ログに任せるよ。いつかはそう呼んでくれるんじゃない。それまではキリトで我慢だね。